競馬 V の予想チャンネルでございますきっちり見ていてくださいねはいどうも俺です競馬 V でございますまってね。はいどうも俺です競馬 V でございます皆さんどんな日をお過ごしでしょうか えー、僕は G1 やられて、えー、って腹っおります、はいその仕返しとして地方競馬 JBC クラシックレディ、えー、スクラシック JBC スプリントそして JBC クラシックということでね毎年この3つ、えー、私2つはいつも当ててるレースなんでちょっと相性がいいのでね えー、金沢競馬お願いしますということで予想の方早速行こうと思っておるんですけどまずは JBC のレディースクラシックジャパンワンでございますはいこれダートの 1500m ということでもう正直、えー、ここはもうカチカチめに行こうかなと思ってますまずは2番の、えー、サルサディオネもうねもともと中央の馬だったんですけども地方では、えー、ほぼ負け知らずと えー、いい競馬をしてまだまだ、えー、走ってもらえると思うのでサルサ・ディオーネここは、えー、一発、えー、力抜けてんちゃうかなと俺は思っておりますなんで、えー、とりあえずは、えー、サルサ・ディオーネとそして、えー、この6番のテオレーマテオレーマを俺はこれを買おうかなと思ってます。 やっぱりあの河原騎手ダートも僕はうまいと思ってますしこの馬自体もねそこまで着順悪くないですんで、はい、ここは地方でもがっつり、えー、力出してくれるようにちうかなとうん思っておりますあと一頭ね悩んだんですけどもこれねーうーんとなってたんですけども僕やっぱここは、えー、このこの馬、えー どれやレーヌ・レーヌ・ブランシュか8番のレーヌ・ブランシュで行こうと思ってますやっぱり乗れてる騎手、えー、松山公平騎手なんでねここは、えー、前走のね多いでレディース・プレリュードの、J えー、ジャパン2も買っておるんでここは、えー、デオレーヌにも買っているっていう実力もあるんでここは、えー、レーヌ・ブランシュも狙ってみようと思ってますなんで、ね、2番のサルサ・ディオーネ そして、えー、6番テオレーマ、えー、8番のレーヌブラッシュのウマレントそして、えー、3連プクを厚めに買おうと思ってますはいなんでレディースクラシックはこんな感じそして次 JBC のスプリントでございますダートの 1400m ここはね、えー、僕もがっつりくるんちゃうかなという馬がいるんですけどもまあ一番僕は、えー、評価したいのは やっぱりここの文字穴ですよね文字穴文字穴フレーバーはまあまああのー、ずっと着順もいいですしまあこのメンバー相手ならば僕がやってくれるんちゃうかなと思ってますはいうんまあまあどうなるかわかんないけどまあここ僕一番硬いかなと思っておりますはいそして、えー、次9番のサクセスエナジーやっぱりこれは外せないですねサクセスエナジー うんまあ、能力はまだまだ、えー、十分ありますし走ってくれ,くれる、うん、っていう期待もありますんでここは大丈夫ちゃうかなと思ってますそしてあと1頭めっちゃ悩んだんですよモズスーパーフレアにしようかリュウの雪なりにしようか、えー、サブのジュニアにしようかと思っておったんですけどもここはサブのジュニアで、えー、行こうかなと思ってますサブジュニアではいもう言うてもここも、えー、ね 穴開けるケースが大にありますのでここはサブのジュニア龍の雪来でもねなんですけどもうんいややっぱりこれはちょっと狙わないといけないなと思ったんでサブのジュニアでいこうと思ってます地方はもう頑張れということですねはいなんで2番の文字アナフレーバーそして3番のサーブのジュニアえ9番のサークセスエナジーの生まれんと3連服ここもいきますはいそして最後 JBC クラシックでございます。クラシックー、えー、ダートのこれはちょっと長いです。2100メートルなんですけども、これはもう絶対的に僕はもう中和ウィザード。一番の中和ウィザードは絶対に来ると思ってます。はい。そして、えー、4番の帝王ケインズ。また松山公平騎手。全部松山公平騎手ですね、僕は。はーい。帝王ケインズも硬いんじゃないかなと俺は思っております。 そして、えー、やっぱり、えー、人気はなあるするかわかんないんですけどもちょっと棋士が微妙やけども3番のオメガパフュームで行こうと思ってます。はいですので、まあ、ここは結構 JRAJ が硬いんちゃうかなと思っておるんですけどもうんだから中和ウィザードオメガパフューム帝王ケインズ、まあ、人気はするんでしょうけどもここでね行っちゃおうと思ってます。はい1番3番4番のここも 厚めに生まれんと三連服を買っていこうとと思っておりますはいということでね、こんな感じで中央、えー、競馬予想の方をしたんですけども、えー、何としてでも、えー、当てたいなっていう気持ちは高いです。はいですのでね、もしよかったら、えー、ご参考程度にしてもらったらどうかなと思ってます。はいチャンネル登録、コメント、高評価の方、もしよろしかったら1、えー、回だけでもしていってください。 はい。そして、また、無料情報サイトの方もね、えー、説明欄の方を貼っておりますんで、そちらの方もご覧ください。ということで、えー、平日からね、競馬できる楽しみもありますので、皆さん、えー、元気よく、そして、コロナにもかかわらず、えー、うまいことを生活しながら頑張っていきましょうということで、ね、また、お会いしましょう競馬、ブイブイ、ブイン皆さん、ちょっとだけお時間ください。 ここのホスクエ、はい、これ見てくださいいい可愛らしいドット絵でございます、まあ、お金儲けを始めるあと十何秒とか書いてますけど簡単登録してねお金を稼げるとか言うてますけどもただすごくいい情報、えー、無料でもらえますのでまあお金もあのお金儲け絶対とは言い切れないんですけどもまあかなりいい予想をしてるんですごく、えー、参考 にはなるサイトになっておりますのでもしよかったらこのねホスクへ、えー、利用してもらって無料同調、えー、無料情報だけでも一度使ってみたらどうかなと思ってます、えー、ホスクへ、えー、もしよかったら、えー、無料登録の方をしてください概要欄の方に貼っておきますのでよろしくお願いしますもしよかったらね説明欄の方に、えー、無料競馬サイトの方を貼っておりますので 一度、えー、無料登録だけでもどうかなと思っておりますそして「オールマイティ」というゲームチャンネルもやっておりますのでゲーム好きな方見に来てくださいせっかくだからよツイッターとブログも見ていってくれよなマジでよろしくなふー